はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、新青銅高校キャッチャーでやっていきたいと思います。まあ、新青銅高校はね、バッテリー練習がありますので、まあ、キャッチャーが有利となってますので、キャッチャーでやります。で、デッキは、こんな感じで、ガチャで手に入れた新青銅高校組3人を入れてます。で、後半のガチャはまだ引いてないので、後半を引いてからレベリングしようかなと思っているので、デフォルトの状態になってます。で、金徳的な話をすると、ユイ少年が降格砲か牛若丸で、みゆきも降格砲で、降格砲に関しては新降格砲があるので、かぶってもいいっちゃいいんですけど、落合コーチも降格砲くれるんですよ。で、降格砲がかなりかぶっちゃって、じゃあユイ少年を降格砲じゃなくて牛若丸にするかって言われたら、牛若丸ってキャッチャーじゃ発動しないんで、うん、まあ噛み合わせはね、正直悪いです、この2人を入れるのは。で、噛み合わせはまあ悪いんですけど、せっかくなんで3人入れてやっていきます。で、あとは独身術のレイリーで、キャッチャー金徳用の星空星光くん、球界の頭脳は欲しいんで入れてます。まあ、9回の頭脳を取りに行くかどうかはちょっと星空星光くん悩みどころではあります。奥村も9回の頭脳をくれて、で、あと落合コーチの青銅魂じゃない方で9回の頭脳をくれるんで、ここはちょっと様子を見ながらで、バズーカもくれるし、司令塔もくれるしっていう感じになってるので、まあ、臨機応変に行きます。で、あとミート上限アップで野球マン5号を入れてやっていきます。で、青銅高校は結構考えることが多くて、まあ、まず精神量どうやって使っていくか、あと帯同をどうやっていくか、あとはバックアップレベルをどう上げていくか、あと経験点見ながらっていう感じなので、で、まず一番最初に必要なのは精神量の使い方で、誰をどう使っていくかということですよね。一番最初はやっぱね、監督を発動させるのがいいと思います。で、監督を発動させて、あとは基礎経験点アップ、基礎経験点アップは、筋力がゾノ、敏将がシラス、技術が川上、精神がアソ、ここを優先していく。あとは東条のメンタル回復アップ、これもやりたいんで、ここら辺を中心的にまず青銅魂は貯めていきたいんで、帯同は2人必要です。あの、帯同してる人数が多いほど青銅魂は多く獲得できるんで、だからもうそうするとここだよね。まあ、経験点もね、悪くはないので、ここでいきます。これで4で、監督は8で発動するんで、次監督帯同できればちょっと監督を置いたいと思います。さて、いる2人、11%か、ちょっと微妙な数値だけど、ここ攻めちゃおう。最初だし、怪我したらリセットすればいいからね。で、監督8で発動させて、あ、まあそっか、奥村4で発動できるから、あの、入れてるキャラクターはいつでも発動できます。その代わり帯同しないっていう、帯同するとね、あの、練習に来なくなっちゃうんで、タッグが組めなくなる関係上、まあ、帯同できないっていうシステムなのかな、仕様になってると思います。で、まあ、奥村はでも20使いたい時にやりたいんで、片岡監督いきましょう。これでピッチャーがいっぱい来てくれるようになりました。で、バッテリー練習はピッチャーと練習した時に発動する可能性があると。で、これ15回発動させると、15回目に一緒に練習した人によって金徳の種類が変わってきます。で、様子を見るとめちゃくちゃ体力回復するんで OK、 なるべくだから寝たくはない。さて、またちょっと青銅魂を貯めていきましょう。で、ただ帯同ばっかり気にしすぎると、あの、他のキャラの評価が上がんないんで、そこのバランスもね、考えていかなきゃいけない。で、落合コーチに関してはでも金徳が欲しい、一緒に練習した時に金徳をくれる可能性がある、これは
強化に関係なく確率なんで。げーひどい。でこれ一番下にするとキャッチャーコツ作れるんで、ちょっとキャッチャーコツにしておこう。またチームメイト評価が下がる。まあ途中で上がるけどね。でこれはいや、ここ評価的にはさ、2人帯同できてさ、2人上げられてさ、レイディのコツも あるんだけど、経験点的に2人帯同させてユイからコツをもらうか。道場ホームシシとか代打とかいらねえコツ潰してねえわ。で生徒魂13溜まっちゃった。まあいいや。道場は12で発動できるんで、ここはちょっと道場を発動させましょう。でちょっとダヒタ潰して、あとはホーム師匠けちょうどギリギリだし。で道場のメンタル回復量アップ、これで羨ましいなにすると回復はしない。いや回復できるんだったら回復したいっていう、ただそれだけ。あここいいね、コーチいるし、ユイとレイリーが挙げられる。でこれでちょっと聖堂魂を使って12獲得でしょ。20にはならないか、ならないけどちょっと使っちゃおう。これは何だ、雰囲気。ちょこれ何が上がるのかよくわかんない。で14でしょ。で14なんだけど回復させたいけど、そうすると帯同が倉持の1人なんだよね。こっち2人か、まあ、監督はもう発動させてるからいいっちゃいいんだけど、経験点的な話をするとちょっと今敏捷に集中的に入ってきちゃってるんで、ばらけさせたい。でみゆきのコツもあるんでここにしよう。で次はメンタル、メンタルに2人いてくれればめっちゃ嬉しい。でキャッチャーコツは掴んだんで、これは回収しよう。で餅つきバトルは体力回復してくれるんで、どれくらいまでいくかな。練習できるほどの体力量にはなってんね。いくつ回復した、20に上がるんだ。15くらいだと思ったら結構上がったわ、ありがたい。であと1年生キャラを4回、新1年生ね、奥村とゆいは新1年生に該当するんですけど、5人のうち4人かなを聖堂魂発動させると金徳が1つもらえますというのがあるんで、まあ、それもやんなきゃいけない。ちょ弾道だけなんとなく上げた。でまだ18でしょ。でメンタルに人がいないんだよ。そう人がいない、でも練習はできる。で次誰やりたいかっていうと、筋力がね意外に足んなくなるんだよね。なのでゾノをちょっとやりましょう。ゾノを持ってきましょう。はい。でね技術は意外に足りる。早めに技術やるとちょっと技術余っちゃう傾向にあるんで、敏捷も早めにやりたいよね。だから筋力敏捷っていう感じかな。でゾノ行きましょうか。よし回復してくれた。でメンタル見て、メンタルに2人いる。でも体力減ってるんで、ちょっとここはメンタルで回復させつついきます。だからメンタルでも筋力が手に入るようにはなってる。でかつ登場をやってあるんで回復量がいい。でバッテリー練習が2回目で、チームメイト評価上がった。でまだちょっと魂を貯めるところにあるんで、そうだね、メンタルにいいものが来たらちょっとメンタルやりたいよね。川上いるんでバッテリー練習が発動する可能性もある。でこれは技術精神25は固定で、ランダムでコツが手に入るのかな。ちょっとキャッチャー系のコツが手に入ると思います。でここはちょっと帯同が1人だけなんで、っていうかまだね乗ってないからね、この人たちも。そう考えると今のうちに落合コーチをねやっておきたいっていうのはあるはあるんだけど、まだ聖堂魂20たまんないんで、ここは
マネージャーと沢村で、マネージャーに回復してもらう。でこれ発動するとマネージャーは発動しないよね、多分ね。なんだよ、何の喧嘩してるんだよ、仲良くやろうぜ。で、そう、これでバックアップレベルが上がります。でこれは練習の種類によって何の経験点のバックアップレベルが上がるのかが決まるんですけど、星空星光くんに関しては守備しかないんで、これは守備をやっちゃっていいと思います。で精神、要は1回全部レベル2にしたいんで、精神を上げるためにはメンタル練習で、メンタル練習は野球マン5号と、ゆい少年がいるんで、来たらやりましょう。これ初回のみなんで上がるのは。で星空星光くんに関してはこれしかないのでやっちゃっていいと思います。帯同も2人取れるし、川上がいるんで技術も取れるっちゃ取れるけど、どうしようかな。技術大丈夫なんだよな、敏捷をちょっと欲しいから。で技術が上がったか、バックアップレベル技術が上がったんで、ちょっと川上はここでは使わない。でオーダー予測、体力回復超嬉しい。で20溜まってますけどやらない。でここでシラスを引っ張ってきたいんだよね。シラスいねえ、いた。でシラス一人だけど、ちょっとここ引っ張りたいんで行きます。はい、レイリーもね、許可も上がるし、だから早めに、そうだよね、チームメイト評価上げるっていうのも重要だけど、帯同も重要だからね。ちょっとシラス引っ張ってきたんで、シラスの敏捷経験点これは欲しい。だってで次これどっちがいいの、俺もマータロー打開、ここいっぱいいるな。経験点的な話をすると落合コーチをやりたいんだよ、やろう。ここはちょっとコーチ優先だな。くれ、金徳さえもらっちゃえばね、もう安心なんだけど。どうだ、いやなんか良さげな感じだったけどダメだった。まあこれはサボられるのも困るんで、野球マン5号、今のところ野球マン5号はどうかな。精神にしたい気もするんだよな。帯同が取れないんで、ちょっとほったらかしにしとこう。でここも帯同取れないでしょ、だったら90ポイント取れる。ここでもバッテリー練習が組めないんだよね。こっちかな、若干経験点は下がるけど、ちょっとバランスを考えて。バッテリー練習起きなかった。バッテリー練習が起きれば経験点取れるよねっていう狙いだったのに。でここで17になるのか、17だからまだちょっといいかな。そうするとこれか、2人いるよね。だ技術結構大丈夫なのよ、みゆきもまだ乗ってないしね。2人にしよう、ここで送球5回目。できた、守備か、守備ばっかりだな。みゆきと星空星光くんが物としては悪くないんだけどね。古谷か、帯同取れるのが古谷。倉本とかね、もう帯同の精神力が微妙すぎるんで、まあいい時にはいいんだろうけど、麻生取りてえな。 15% か、怪我率1人。いやどうしよう、ちょっと麻生取りに行こう。ここはちょバーを1個使います。もったいない気もするけど、ちょバー使って麻生を取りに行って、精神を発動させる。やっぱり早めにやっとかないとね、もういつまでたっても発動できない状態になっちゃうんで、これで精神ゲットして、どっちがいい、守備練習してみよう。早急か、じゃあ早急潰そう。もちょっと能力をE くらいに合わせておく。 D くらいまで合わせられそうだけどね。
で、これでちょっとコツを潰して、総計も4あるんでいいでしょう。あと、特にコツを取ったのは、打開か。打開も取っとこう。OK。で、また守備かい。守備多いな。星空星水くん。得意練習率アップついてるからね。いや、ただ、怪我率がやばいな。さすがにやばい、20超えるのは。これでメンタルがな、微妙だけど、しょうがない。一人帯同できればいいでしょう。ここ一番の男で、クリスマス練習かな。なんかパーティーすると体力ちょっと回復したよね。さて、じゃあここから、あ、精神魂、精神正当魂ダメなんで、とはいえレイリーがまだ溜まってない。奥村とかは乗った、ユイ少年も乗った。で、ここは川上がいるんで、バッテリー練習が発動する可能性があるから、ちょっとここにしよう。年内中くらいには全員乗っけたいよね。お、肩骨いいね。で、かけます。でも次にあれか、回復できるっちゃ回復できるのか、初詣で。で、彼女がいるわけじゃないんで、もうこれ回復でいいと思うんですよね。ただ今体力あるんで、ポイントを取りに行きます。中吉で、メンタルで、メンタル来たんで、ここメンタルを上げておきましょう。ユイで、ユイの場合は筋力もあるんで、まあ、そこはちょっと見ながらですね。で、みゆきは、だからみゆきは筋力で上げるっていう感じ。これもどれだけ早く来るかっていうのがね、あるからね。今何回目？ 7 回目で、バックアップレベル上がって、で、打撃は誰？レイリーか。レイリーじゃ総力上げたいっていうのはあるよね。で、野球マン5号はそうか、もう精神使ってあるからこれにしよう。帯同も2人取れるし、バックアップレベル上げるのも重要だから。これであとミキが筋力に来てくれれば OK。 あれ、あとミキもう一つの練習ってなんだっけ、肩とかだっけ。これは空気を読んでもらおう。早めに来ればね、チームメイト評価上げて全然バンバン剤なんだけど、あ、これバックアップレベル、奥村か。奥村の肩が上がるね。これで全レベル2になるんで、帯同が1人しか取れない、監督しか帯同取れないけど、え、どうする。みゆきの筋力が来ることも考えて、落合コーチとやる。敏捷180取れるよ、ここ。こっちじゃ、コーチで、こだわりはないにすると降格法になるんだけど、どうしよう。落合コーチの降格法を捨てれれば聖堂魂に余裕ができるんだよね。牛若はいらないよな。キャッチャーで牛若いらないよ。めちゃくちゃ敏捷ポイント使うし、こだわらない、降格法で。本当はみゆきが先に来てほしかったんだよね。みゆきはコツもくれるから、いや、取っちゃおう。みゆきのイベントも進み出してるんで。で、肩、ここで2人取れるから、まあ一緒一緒、全然。はい、で、怪我しにくさで、バックアップレベル上がったんで、まああとはちょっと様子見ながら。1人で、一応見るといない。川上をそろそろ取りに行きたいけどね。星空星光くん、ちょっとやるか。で、倉持1人で、インコース、で、満塁男、なぜか満塁男を取れる。お、やべえ、3球で、ここは1人
人しか取れない。経験点的にはね、まあいいんだけど、コーチ一人。いや、コーチやっときたいよな。っていうか、敏捷が、かなりあるな。能力上げちゃうか。で、レイリーもいるんで、ミート上げとこう。まだ走ってないよね、でもレイリーは。二人取れんのか。タックも美味しいけどね。でもコーチは一人でしょ。体力量的にちょっとな、不安が残る。何回目？9回目。で、ここどうする？9回のズの絶対欲しいんだよな。持ち合いコーチがくれないと話になんないから、とりあえず取っておこう。で、奥村をバズーカにするか球界の頭脳にするかはちょっと状況見つつ。3で取れた。で、ここは取ります。で、あとだから落合コーチを見つつ2人。ここ経験点やっぱめちゃくちゃいいよね。めちゃくちゃいいんだけど、落合コーチが欲しい。2人帯同させてるんで、前園か、ノリがどこにいる。川上ここ1人か。技術何気にちょっと不足してきたな。いや、でもいや、川上取っておく。いや、どうしよう、めちゃ悩むな。2月だもんね。川上ちょっと取ろう。ここはいつまでたっても先へ進まないから。こうチャンスメーカー。お、これは回復できる。ありがたい。で、レイリーが1回目。それやる気結構下がるんだよね。なんかね、あんまり絶好調で維持できない。で、川上技術経験点いきましょう。アニソン、何がいいのかよくわかんない。あ、敏捷か。敏捷ちょい余り気味な気がする。で、みゆきか筋力か。なんか筋力どうなんだろうな。1人っていうか1人も帯同できないから、ちょっとほっとこう。で、コーチいない。じゃあ経験点を見つつ帯同キャラを見るとここだね。はい。で、金丸がね、回復してくれるんで、まあ、それをうまく利用するのもありだと思います。で、真ん中で守備。コーチがいる。ここも美味しいけど、めちゃくちゃ美味しいけど、ちょっとコーチ狙いで行くんで、はい。で、今回落合コーチの聖堂魂は捨ててるんで、くれない。お、これは真ん中いいね。いいタイミングで回復は来てる。お手元はどうでもいい。で、3月でしょ、もう。で、一応ちょっと見とくと、まあ、見とくとって言っても全員見れるんだけど、ここで落合コーチは降格法のコツを20使って取れるんですけど、もうみゆきで降格法を取りに行くんで、落合コーチはちょっと今回ほっとく。練習でくれることを祈る。ここは1人。え、どうしよう。バックアップレベル全然上がんないね。誰が来てない。レイリーと誰かが来てない。奥村の子。奥村はだってもうチャンスメーカーでしょ。チャンスメーカー潰しちゃおう。チャンスメーカー潰して、一応他見るか。川上取ったでしょ。金丸回復ができるんだよね。金丸いるな。二人帯同できるんでコツもあるし、まあ、ここにしよう。よし、練習でちょっとでも経験で稼いで、で、感動した。でもみゆき結構イベント多くない？別バージョンもあるからか。マスコさん、パワーひたくれ。やった、くれた。で、ちょっと練習見つつ、ここ2人だけど、
帯同が一人なんだよな。コーチは？コーチいねえな。コーチいねえから。いや、どうしよう。あ、ここバックアップレベル上がるね。技術か。レイリー技術か。いや、でも上げとこう。バックアップレベルはやっぱり経験。いや、でも一人か。そうなるとな。やっぱりなっていう感じなんだよね。道場もゾノもやってあるんで、金回りを一回使っちゃうか。これ12で、まあ一応いけるんで。ん？敵対敵将よくわかんねえ。 OK で、まだ12余ってるんで、ここはちょっと上げたいけどここにしよう。で、ちょっと待って、12回目か。よし、片言さん結構おいしいな。そう、新降格法取りましょう。はい、であと9回の頭脳が欲しいんすよ。落合コーチマジ欲しいっす。バックアップレベル上がんな。どれだ。あ、またレイリーか。いや、でもちょっとコーチも追わないと危険。くれくれない。発動しない、そもそも。で、1年生組が来たね。1年生組が来たんで、あ、敏将のバックアップレベルか。まあやっとこう。ここ2人帯同できるし。で、そろそろ1年生組も発動させていかなきゃいけないんで、3になるんだったらさ、牛若取ってもよかったかもね。意味ないけど、意味ないけど牛若取るみたいな。査定のために。いや、でも俺そういうのあんまりしたくないんだよな。意味ない特殊能力はつけたくないっていう、一応そういうのがあります。180、112か。どうしよっか。ちょっとね、敏捷力を上げると OK。 一応99まで上げる、デイリーのために。カモが全然能力上がりきってねえな。だ、筋力やっぱり足りてないよ。筋力全然足りてないよ。筋力が全く足りてないんで、ドカッと筋力やっちゃいたい気もするけど、経験点的な話をすると、ここでみゆきのバックアップ使うのがかなりいいんだよね。練習経験点の3倍はちょっとすげえいいところがあるかって言われるとないんで。で、沢村もあのバックアップ2倍持ってるんで、ちょっとこれ使っちゃおう。で、メンタルコーチ頼む。9回の頭脳くれ。これ発動するとさ、監督来ないよね。監督っていうかコーチ来ないよね。そっとしておく。あと筋力が足りないんで、ちょっと筋力意識してやっていこう。ここ前園の一人でしょ。筋力2人帯同させられるんだったら、なんてね、ここはね、沢村と結城になるんだよね。で、ここはこれなんていうの、日傘とハルッチになるんで、筋力1、筋力技術、敏捷はもういい気がするんだよな。とりあえずじゃあここにしとこう。あの、経験点を追い求めるのもありだけど偏っちゃうんで、で、そうすると打撃で総力に応じて精神ポイント獲得。ちょっとこれ使っておきましょう。もう総力一緒、これで。違う新商品で280ゲットして、意外性もゲットして、895呼吸を上げきろう。102、一応102、104まで上げられるけどね。ハーチャリのこと考えると104まで上げちゃっていいと思うけど、なんとなく102にしとこう。で、満塁ももう取っちゃおう。で、やっぱり技術が足らなすぎる。技術じゃねえ、
筋力が足らなすぎる。筋力をめちゃ稼ぎたい。筋力をめちゃ稼ぎたいんだけど、これは何が来る？倉持と浅田かな。いや、筋力を帯同させたいのと、落合コーチもね、落合コーチも帯同させてよ。経験点取るんだったらもう絶対こことかなんだけど、メンタルだし。いや、一回回復するか。沢村が来たね。沢村バックアップ経験点2倍なんで。で、5月でしょ？ちょっともうそろそろ締めを考えないと。バックアップレベル3にするか。これ誰もいねえな。そういうことが起こるんだよな。あ、ここでも2人いる。筋力2人持ってこれるのは結構でかいんで。バックアップレベル上げて。コーチも練習して。筋力圧倒的に足んないから、ちょっとこっち。ちょっと最悪、球界の頭脳は。狼少年から。取るか、超悩むな。体力回復75180180。これ4人帯同してくれるとね、めちゃくちゃ取れるんだけど。さてさてさて、どうしましょうか。パワーに応じて敏捷経験点とか、もうパワー少なすぎるからな。8くらい一緒。ランダムに練習レベル4、気分転換で体力回復しそう、なんとなく。違う、筋力筋力。180か、持ってきたいな。コーチいるしね。ちょっとこれ180を回収しよう。で、古谷が筋力なんで。どうだ、お、スペシャルメニューいいね。よし、これでこれでもうコーチに振り回されることはない。なんとか取れた。で、敏捷めちゃくちゃあるな。筋力を引っ張ってきたいんですよ。筋力を、筋力不足に悩まされてるからね今のところ。体力ないけどね、ここ美味しいよね。で、古谷ってさ、練習経験点が3倍か。練習経験点なんで、その右についてるプラスは関係ないんですよね。練習経験点3倍ってここ良くない？5315432。いやでも筋力なんだよな、欲しいのは。筋力筋力うるさいけど。いやー悩みますね。270とかね、ここバックアップ2倍使うと500になるからね。筋力46か。でも帯同できない。片岡監督、コーチはもういいや、ほっとこう。いや、敏捷余ったわ、これ、由緒ね、本当に牛若でよかったかもね。ちょっと1年生キャラの筋力が上がるやつが欲しい。ちょっと見よう。わかんない。なんとか経験点があって、筋力。ミートに応じて筋力。だ、瀬戸だ、瀬戸引っ張ってこよう。瀬戸どこだ？いない。あ、いた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 。で、2人発動してるから、これ瀬戸引っ張ってこれんな。ちょっと敏捷が敏捷がめちゃくちゃ総力バーストまだ取ってなくね。かく乱でも取っとく。一層も取っとく。よし、これで敏捷はだいぶさばいた。あ、内野安打も取っとく。あ、ムードとか取っとこう。500、あ、これでいいっしょ。これでで、ここで瀬戸引っ張ってきて、で、次瀬戸を使おう。で、瀬戸麻生でしょ。あ、終わらないってことは多分ないと思うんだけどね。で、レイリーがまだいた。ほら、いけ。よし、独身術で、ちょっと見る見るだけね。まあ、特になんか良さそうなのがない。だってもうミート完璧でしょ。ちょっと102にしよう。このミートの力を持って筋力を得る。
280とか、多分 S になると280なんだよね。多分だけど。ちょっとマジで、パワーが足りなさすぎる。ゲッ B まで上げたら一気になくなったんだけど。で、技術も意外に足りてねえわ。敏捷が余りまくってんだよ。いや、いらない。沢村精神か。この場合はランダムなんだよね。じゃあ浅田が引っ張ってこれんのか。技術足りないっちゃ足りないかんな。いや、ここだな。あ、ちょっと待って、今なんか15回目やばい。何も考えてなかった。まあいいや、鉄の壁かぶるのだけはちょっと勘弁なんで。何も考えてなかったです。ゾノか技術が上がるのか。いや、筋力って上がる可能性ある。ちょっともう分かんねえわ。で、技術でも足りてないっちゃ足りてないかんな。対等がゾノだけか。まあ、でも筋力で引っ張ってこれるからね。うん、まあ、ちょっと上げとこう。バックアップレベルはマジで重要。もうちょっと早めに上げとくべきだったね。いや、でもそうするとな、他のが結局は。で、ここ自分の道を貫く。これでバズが上にすると9階の頭脳なんで、もうさすがにいらない。さて、ここはもうこれだね。バズカってどれくらい使うの。鉄の壁取っとこう。で、インコースも取っとこう。あ、そこそこか。まあ88くらいだったら全然いいでしょう。で、精神業で誰もいない。あと誰やってないの。1年生キャラで結城か浅田か。あ、もう敏捷いらねえから浅田だな。浅田引っ張ってこれるときに引っ張ってこよう。今はちょっと体力を回復したいんでこっちで行くけど、次浅田引っ張ってこよう。守備力全然上げてないけどよかったな。元を盗め。真似しない。極める、それだけだ。男は180。あ、帯同、そう、帯同4人いると、帯同4人っていうか同じ練習が4人いると経験ってもらえるんだよね。270とか技術欲しい。バックアップレベル3だからやっぱすげえな。ここで発動させとくべきだった。浅田引っ張ってくるって言ってなかった俺。しかも浅田がどこにいる。まず浅田をチェックしよう。いねえ。あ、いた、いたけど、いや、いたけどどうだろう。いや、この技術270めちゃくちゃでかいよね。技術まだまだ使うからね。6月4週でしょ。沢村、待って沢村ってバックアップ経験って2倍だよな。ここ回収するか。ちょっと回収しちゃおう。沢村使おう。なんとなくくれた540。いや、筋力も回収、筋力360。いや、なんかすげえ目移りすんな。いや、今は技術だな。ちょっとまた肩も守備も上げきってないから。よし、こっち行こう。ありがとう、ありがとう。で、で、いや、ここいでかい。いや、まだ大丈夫で、まだ大丈夫。余裕があるから、7月の終わりまで大丈夫だから。で、肩上げ切っちゃおう。で、これで結構ね、技術精神はもう使っちゃうはずなんだよね。ちょっと A にしといて。よし、上げ切って。あと肩で精神はもう上げきってるでしょ。パワーだな、やっぱりパワーなんだけど、ここは美味しいからやりたい。はい、よ
そうそう、落合コーチのあれも取んなきゃいけなかったからね、降格法。その分がだいぶ余ってるんだよね。成功してくれ。一応敏捷ポイント、よし、節約できるんだったら節約したいから。よし、ブーストとバースト5番。じゃあ4番誰座ってんの。で、初戦の相手も変わるんだよね。薬師だったり日大三高だったり。さて、じゃあバースト取りますか。よし、これで敏捷ポイントだいぶ。牛若取る余裕なかったかもね。牛若騒いでたけど。お待たせいたしました。取れるものはでも大体取ったかな。取りたいものはあとちょっとね、パワー不足っていうところが、まあしょうがない、そこまでです。贅沢は言ってらんない。まだ投げるか。ウィスラがね、ちょっと打ちづらい。変わってる山上。さよなら。でね、試合経験点は結構詰め込んでるんで結構高いんですよねここでもうすでに59点に入るから、それも美味しい。まあ、最後のエピローグ経験点っていうのがないからね。え、ピンショいる練習いいや。ちょ待ってよ、本当に浅田引っ張ろう。これもう悪くないよね、悪くない。ちょ待って、なんだっけ浅田って俺なんで浅田に固執してたんだっけ。敏捷はもういらないからだよ。技術が欲しいから浅田を引っ張ってこようってなってたんだ。ここで浅田だから引っ張ってきて、これも聖堂魂はいいでしょ。あと最後でどれだけ伸ばせるか。冷静で、これで、補給に応じて技術は、補給はもうちょっと待って、溢れないよね経験ってでちょっと怖えな、肩いかがきっと。いや敏捷足りてないの、ね、いやちょっと技術必要、技術はいろいろ必要になるから。じゃあアベレージヒッターと、よしこれでいい。さて技術いきますか。え、これどうしよう、俺はいいにすると体力回復するのかな。本当は見せたいけどな、俺はいい。お、回復した。で重戦車で、あとはマジで筋力、マジ筋欲しいんで。よし、ここだな。一応見よう他を。よし、マジ金でいこう。経験点だけ追い求めるんだったら全然ね伸びると思います。多分むちゃくちゃ偏るけど、むちゃくちゃ偏ってもう能力とか関係なく経験点だけ欲しいよっていうのであれば多分すげえ伸びると思う。さばけないくらいになると思うだからサクチャレとか、ちょっとバヒタどうとこう、サクチャレとかもしやるんだったらなんかすげえことになりそうだよね。てかもうなくなったよ筋力が、あの180どこ行ったんだ。サクチャレはね経験点だからね。け、2点取られてる。ここはなんとか追いつきたい。ノーアウトランナー2塁。さばききれなくなったらスタミナとかに振ればいいだけだから、スタミナコントロール。4回の裏1点を追いかけます。聖堂攻撃に入ります。トップバッターはバンナイ、投げました。チェンジアップは打てない。チェンジアップに全くタイミングが合いません。全くタイミング合ってないよ、知ってるよそのくらい。やばい、これでバンナイ、やばくない。7回の裏1点を追いかけます。あ、俺特殊ミス覚えてないっけ。待って、先頭バッターはバンナイ、投げた。待て、大丈夫。第2球、これは投げた。チェンジか、危ない。スライダーでこう入ってくるかなって思ったけど違った。これも、え、ちょっと待って、これさ、次は4球目、ボールになるくらいだったら振るよ。
投げたけチェンジアップか、やるな、ここでチェンジアップを投げてくるとは。なるみや、さすが。しかし甘い、ボール先行させたのがバルケ待って待って、すっげえいい勝負なんだけど、さすが稲実。あ、危ない危ない、今の当たってたら多分引っ掛けちゃってたから。やべえ、やは負けた稲実強し。これはちょっと今日のパワープロ行きだな。やりたいことはできた。いや、筋力が足んねえや。一応こんな風にやってきますっていうものは見れたと信じたい。いや、だってここでもう1万3000あるからね。決勝とか甲子園に行けなくて1万3000出るんで、まあ、あとは経験点のバランス、経験点のバランス、やっぱりちょっと技術余るね、やっぱり。で、困った時の打球伸びで、あ、特殊術取ってねえや。一応ちょっと1万3000だったら、でもそこそこの選手になるんじゃないと勝手に思ってる。金徳は取り尽くしたよね。あの4種類練習がちょっとできなかったけど、チャンスは取っておこう。で、走塁も取っておいて、筋力を使わずこう なんとかしたい。で、粘り、バントも取っておくか。職人はいらない。一応ヘッスラ取る。逆境か。あ、守備職人取ろう。帳尻合わせ、あ、連打良さそうだね。もう無理か、もうちょっと取れない、もう取れないね。呼吸開けとこう。104、打たれ強さ、終わり。え、いくつになった結局。まあ、5か。そうだよね。いや、でも強いよ俺。初回で負けてることとかあるからね。あの、敵が強いSS5 薬師に負けたことあるし、天久に負けたことあるし、一大三高か、一大三高にも負けたことあるんで、いかに試合を乗り切れるかというところ。だ、全然あの強いと思います。あの、考えることはちょっといっぱいあって、そのどの練習を取るかっていうのが大事ですね。態度を取るのか、経験点を取るのか、まあ、やっぱりそのコーチ追うのかみたいな、制度魂貯めるのかみたいなのを考えつつ、やっぱ目先にとらわれず先のことも考えて、まあ、まずはその基礎経験点を上げると。あの、象のしらす、川上麻生、これもほったらかしにしちゃうとやっぱもったいないんで、まあ、そういうところを見つつといったところですね。で、経験点自体はもうめちゃくちゃ取れる高校なので、で、まあ、キャッチャー有利なん でキャッチャー系のコツもね、かなり入手できるので、まあ、この際に、キャッチャー更新していければと思います。で、甲子園負けたんで、甲子園じゃねえ、甲子園に出れなかったんで、そもそもこれはちょっと今日のパワープロ行きで一回やりたいと思います。で、今日のパワープロでこれ公開して、その後、後半のガチャ引いて3人強化してまたやっていきたいと思います。今度は真剣に。というわけで、今回の今日のパワープロになっちゃいましたけど、今日のパワープロは終了します。ご視聴ありがとうございました。